経営学、時事解説、人材育成、ビジネスメソッドをあなたに届ける新時代ストラテジーチャンネル。はい、こんにちは、しあすかです。今回の動画のご視聴感謝してます。ありがとうございます。今回は地球人材として輝く帝王学ということで、経営学講座の第1109回をやっていきたいと思います。今回は新製品の開発というテーマですね。まあ、実際新しい製品を開発していく、まあ、その途中の段階ですね、過程というのを確認していきたいと思います。今回は全体像ということで、まあ、大きく8段階をやって、ね、次回からちょっと一つ一つの項目をもう少し深く確認していきたいと思います。でまずはアイデアを出すということですね。まあ、こういう新しい製品を作りたいというアイデアを出すということですよね。でこれたくさん出しましょうということです。でそしてたくさん出したアイデアの中から、じゃあ今回はどういった新製品を作るのかということで、まあ、一つに絞り込んでいくということですよね。そして実際ね、アイデアが一つに絞られたら製品概念の開発ということで、まあ、この製品というのはどういったお客様に対してどんな便益を提供するのかっていうのを、まあ、決めていくということですよね。はい、そしてマーケティング戦略の検討ということで、まあね、マーケティングの 4P と呼ばれている、ね、プロダクト、製品ですね、で価格、プライスですね、そして、まあ、立地もしくは流通過程ですね、そしてどういう販促をしていくのかというプロモーションですね、まあ、こういったものを決めていくということになりますね。で経済性っていうのは、実際この新製品っていうのは、まあ、採算が取れるのかどうかですよね。まあ、一番売れ行きが最低だった時はこれぐらいの利益になる、逆にすごく売れ行きが最高になった場合はこれぐらいの利益になるという、まあ、採算性をある程度評価するということですよね。で実際これで、まあ、ちゃんとね、新製品を市場に投入して利益が出るという判断をしたならば、試作品を作ってみるということですよね。まずこう大量に一気に作るというよりは、まあ、試作品を1個作ってみるということですよね。まあ、実物を1個1つ開発してみるということですよね。そしてテストマーケティングということで、まあ、例えば狭い範囲、あまり広告宣伝とかを大々的にやる前に、で実際にこうね、かなり小規模で市場に投入してみて、お客様の反応を見てみるということですよね。でそれでテストの結果いけるということであれば、実際に大々的に広告宣伝をして市場に投入するという流れですね。はい、ということで今回はこの8段階のですね、新製品開発のための全体像というのを確認しました。次回はこれをですね、もう少しこう、一つ一つの項目っていうのを詳しく見ていきたいと思います。はい、今回の動画ですね、あなたの役に立ったということであれば、ぜひグッドのボタンを押して応援していただけると嬉しいです。チャンネル登録もよろしくお願いいたします。そして現在ですね、メルマガ登録していただいた場合は特典教材プレゼントしていますので、ぜひこの機会にメルマガを登録してください。よろしくお願いいたします。はい、最後までご視聴くださり感謝します。ありがとうございます。白坂慎太郎でした。それではまた。